皆さん、こんにちは。大地です。今日はエッセンシャルクラスっていうのをやっててね、僕が教えてるコーチングの、エッセンス、本質の部分をギュギュッとこう凝縮して、今日オンラインクラスだったので、オンラインクラスは2時間が8回ね、だから2ヶ月ぐらいにわたってこう、プログラムを進めていくと、コーチングのね、基本がしっかり身につくということで。でも基本って言ってもね、基礎の部分というよりかは本当に本質の部分なのでね、今回ももう15年だから僕と同じぐらいのキャリアを持ってるコーチとかも来てくれて、一緒に学んでくれたりしてるんですけどね、本当に、僕自身も結局その本質の部分が結果に結びついてるなというのをね、痛感する15年だったので、そんなことを大切に教えてます。で、今日ね、触れてた、教えてたこと、皆さんにもね、ちょっとシェアしたいなと思ってお話しするんですけどね、今日はね、この本質の一つ、ロジャースという人がね、提唱した中核三条件っていうののお話ね。で、これは何かって言ったら、そのクライアントは基本的にこの実現傾向ってね、言いますけれども、何かを思い描いて、こうありたい、こうしたい、これが欲しいと思ったら、それを実現する傾向がありますと。僕今ね、子育て真っ最中なんですけど、やっぱりちっちゃい子供見てたら本当に実現傾向の塊だなと思いますよね。もう欲しいものとにかく手を伸ばすとかね。で、ねところから始まってですよ。で、やっぱりね、やりたいことをやる、やりたくないことをやらないんで、やりたいことできなかったらね、うちの子も指しゃぶれるようになるまで何度も何度もこうやってコントロールできなくてね、自分の顔を殴ったりとかね、悔しい思いしながら諦めないものね、そこでずっとこの学習して、で、やれるようになっていく。だから何かを思い描いてそれを実現していく。しかも一人一人やりたいことが違うんだよね。だから自分の内側にこうありたい、これが欲しい、これがやりたい。で、それが自己実現ですよ。自己実現っていうのは自分の望んでる自分になっていくね。欲しいもの手に入れる、やりたいことやる、望んでる自分になるっていうのが自己実現ですから。で、それをしていく傾向っていうのは基本的にみんな持ってるんですよね。ところが、それをね、そのまま伸ばしていくと、大人になってもやりたいことを描いてガンガンチャレンジして、失敗から学んでってなるんだけど、それがくじかれることがある。それが何かって言ったら、大人からのね、ああせいこうせいとか、こうしちゃダメ、ああしちゃダメっていう関わりなんですよね。で、親になってそれもまた理解できました。やっぱり子供にね、伸び伸び好きなことやってもらいたいというのと、でもお前ちょっとやっぱり勉強ぐらい頑張ろうぜとか、こういうことはきちっとやろうぜって、やっぱりどっちも親心だものね。だから我々もそういうふうに関わられてきちゃったと思いますし、そうするとね、その中でどっかでね、自分がやりたいことっていうのよりもね、周りの期待に応えるとかね、ちゃんとしてるとか、役割をね、何かこなしていくっていうことが大切だと思っちゃうこともあるんですよね。で、そうするとだんだん自分がやりたいことをやっていくっていうんじゃなくて、やらなきゃいけないことをやるんだろうね。そうするとエネルギーも出てきにくくなるし、やっぱりね、失敗があっても頑張るみたいなことよりは、やれる範囲でやろうかとか、これが自分だなみたいにだんだんなってきちゃう。これすごくもったいないことですよね。で、そういうふうになっちゃってる人が多いんだけど、でもね、その人たちも変われるよと。で、変わるためには人間関係が必要ですっていうふうに、ロジャースは言ってるんだよね。で、人間関係ってどんな関係かっていうと、出会いね。だから悩んでるクライアントがいるとかねっていう時にね、コーチと出会うんだけどね、で、どんなコーチだったらこのクライアントが変われるかって言ったら、3つ条件がありますと。ね、一つはこのクライアントが何言ってもやっても受容、受け止めてくれるっていうことです。だから分かんないって言ってもいいし、知らないって言ってもいいし、適当なこと語ってもいいしね、で、どんなことやってても一回受容してくれる。で、なんでかって言ったら、ね、それはいいとか悪いとか、こうしろとかああしろとかね、お前これじゃダメだとかって言われたら、もう話す気もなくなるでしょ。で、話す気もなくなったら話が進まないんだよね。で、だから相手がどんなこと言ってても一回受容してくれる。そして次が共感ってやつなんですけど、これはね、何かって言ったら、話してる、表面的に話してることじゃなくて、その奥にあるこの人の心が感じてることを、心の声とかね。ちなみに、スティーブン・コービー博士の第7、7つの習慣の後にね、書かれた第8の習慣って何かって言ったら、ね、心の声を聞きましょうとかね、それから、他の人が心の声を聞けるように働きかけましょうっていうことですけれども、やっぱりね、表面上喋ってることじゃなくて、その奥にある心が何て言ってるかに気がつくこと大切なんだよね。で、そこに自分の望みがあるわけだし、それを聞いた時に、よし、やるぞってエネルギーが上がってくるわけだし、で、その先に自己実現があるわけですから。ね、
で、だから我々は相手の表面的に言ってることが何であれ重要した上で、その奥にある心の声を聞きたいと思って、そこに関心を向ける。それのことを共感って言ってるの。共感には2種類ある。不正確な共感っていうのは、言ってることを表面的に聞いて分かる分かるとか、分からん分からんってやるのが 不正確な共感で、正確な共感はその奥にある本当に何のこと言ってんの、何を求めてんの、ね、っていうことを知りたい知りたいと思って深めていくね。で、それがあると、まだ言葉になってなかった領域からクライアントは何か自分が本当に言いたいことを探そうとし続ける。で、それを励ますようなとか勇気づけるような、で、それをサポートするような聞き方というのが傾聴というやつなんですけどね。だから分かったつもりにならずに、何が言いたいんだろうに関心を持って、まだ言葉になってないこの人の本質って何だろうと思いながら、それを聞いていくっていうことが大切ですよという、まあロジャースのね、教えにこうなっていくっていうことなんですね。で、もう一個が一致っていうやつです。で、これは何かって言ったら、こういうふうに受容して、で、関心持って聞き続けてくれるとかね、問いかけ続けてくれるコーチが、自分自身はちゃんと自分の心の声を聞いて、それと一致してね、本物って書いてありますけど、本物の自分として生きてる。だってそうじゃないですか。で、あなたの心が望んでることやってくださいとね、言ってる人が自分の心の声を無視してるとかね、そうではない自分を演じてるってなったから、説得力がないのね。やっぱり自分自身が心の声聞いて、心に従って生きてるっていうことをやってる人が目の前にいるからね、心の声聞いて、自分がそれに従って生きても大丈夫、この人は幸せそうに生きてるね、だから自分もそれやりたいと思うような存在で、こういう関係性があるから、クライアントは一回受け止められた上で、さらに自分の中に入っていって、気がついたものを使って生きていこうと、自分も一致して生きていこうっていうふうになるんだよというのが、まあ、ロジャースの理屈なわけです。で、そのためにはね、クライアントが自分とコミュニケーションをとって、自分の心に触れるってことが大切。まだ言葉になってない領域、意識できてない領域にアクセスして、ね、で、そこから何か、これが自分の言いたかったことなんだに気がついていってもらうっていうことが大切なんだよね。で、それを実現していくために、しっかり聞くっていうスキルもあるし、ね、それをサポートするための質問っていうスキルもあるし、あとは時には言葉を止めて心を感じてもらうとかね、イメージの世界の中から何かヒントをつかんでいくっていうようなスキルがこうどんどん展開されていくっていうことなんです。全てやりたいのはここにあるって、まあこういうことなんですね。まあこんな風に考えて、コーチングのね、なんか大切なことを押さえた上でスキルのレッスンをしていったりね、で、していくといいんじゃないかなと思います。よかったら参考にしてみてください。それではまた。